ユーストリームを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今3時そうね、大体ね、はい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする30分番組です。今日は生放送になっておりますので、チャットやツイッターの方でどしどしメッセージ等々お待ちしておりま す。最後までお付き合いください。はい、今日のアシスタントは渚まなみちゃんです。渚まなみです、よろしくお願いいたします。はい、今日なんかちょっと清楚な感じで来ましたね、はい、前回はあの、はい、南国な、あ、そうでした ね、海からお届けしたんでね、耳からひまわりが生えてましたけど、ね、今日は大人な感じで、はい、今日は大人な感じで、そうなの、はい、今日の内容を意識したアクセサリーでやってまいりました。なるほど、これは朝で出てきますね。はい、後ほどお楽しみにしてます。ということで今日ちょっとあれでしょ、いつもと絵柄が違うでしょ、はい、違いますでしょ。どうですか。そうですよ、このおしゃれなボトルがたくさん並んでますよ、ね、これはね、多分ね、ラーメン屋じゃないねそうですね、多分誰も持ってないですけど、ラーメン屋じゃないですね。合成でもないね。え、合成でもない。合成でもない、確かに合成じゃないよ、この間のね。そうです、八丁堀の海だよな。そうです、八丁堀の海ですけど、合成じゃないよ、これは。そうですよ、ね、ということで、渚さん、ここどこなんですか。ここはここはですね、江東区は門前仲町駅、はい、4番出口より徒歩1分にございます、はい、イタリアンリストランテイルジェランテさんよりお届けしております。すごいおしゃれでしょ。ねえ、すごい、すごいですね。イタリアンレストランについに進出しましたか。ついに、ね、そうですよ、うん、門前仲町、門前仲町、下町ですけどね。下町です ね、 ね、素敵です ね、 ね、今回からこのイルゼランテさんで、はい、まあ、ちょいちょい場所変えてますけど、レギュラー収録場所の一つとして、はい、あ、そうなんですか。はい、使わせていただくことになりましたよ。わー、やったー、ありがとうございます。はい、ということでね、シェフは生ハム切ってるけど、シェフです。はい、ドン、はい、はい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 、鳥オーナー、鳥さんです。なんとね、はい、渚さん、はい、渚さんの年齢を公開してるかどうか私は知りませんけどね25歳、はい、若い、すごいですね。25歳だよ、爽やかですね、オーナー。渚さんの年齢はまあ公開してないですけども、はい、いやいや、もう言わなくていいですよ、そんなに25歳だよ、だって大学出て2、3年でしょ、はい、それでイタリアンオープンするという、ね、まだ俺鼻垂らしてたよ、多分ね多分ね、すごい。イタリアンレストラン一筋なんですよね、修行してね、修行して、ほら、おでね、鳥居さんは門中が地元なんだって。あ、そうなんですか。江戸っ子ですよ。江戸っ子だ、ね、江戸っ子が生ハムを切る時代になった。絶対切れたよ、はい、ね、ということでね、素敵、いいです ね、25歳でお店を立ち上げるって、うん、4月にね、オープンしたばっかりなんで、はい、今3ヶ月ちょいぐらいなんですね。そうですね、でね、門前仲町の駅からすぐですよ、はい、1分ですもん ね、 ね、すごい。で、なんと雑誌にも載ったと。こちらですね、ね、ユーゼランテさん、こちらが東京珠玉のレストラン、珠玉のレストラン、ね、3ヶ月でもう珠玉になっちゃったって、とんでもないです。すごいですよ、すごいですよ、おしゃれな感じで。さっきいろいろ話聞いてたんですけど ね、はい、パスタもね、手打ちらしいですよ。え、手打ちなんですか、うん、パスタ手打ちですよ。ですね、自家製麺ですよ、大正剣張りにすごいですね、すごい、ね、パスタ、僕もね、この間ね、実はちょこっと試したんですけどもね、はい、いや、美味しかった、もう、もうワインが進んでですね、もう私はちゃんと帰りましたけどね、はい、一緒に飲んでたね、はい、この間出たトビさん、はい、ね、サザンってのボーガリストトビさんね、もうね、はい、家がね、はい、横浜なのにね、千葉行ったらしいですよ、帰り、すごいですね、逆行っちゃったってことですか。もうね、千葉に帰るほど美味しい家が横浜なのにね、すごいですね。いいですね。お、なんか来ましたね、はい、はい、モリッチさん、こんにちは。こんにちは。25歳は若い。25歳だもんだって。若いですよ。平成生まれ？平成2年。平成2年。平成2年。小渕さんがこうやった時にまだ生まれてないっていうことでしょ？そうですね。あれが僕は小学校の卒業アルバムに載ってましたけどもね。おお。だいぶ年をね、の差を感じてしまいますけどね。まあね、才能には年齢関係ありませんから。確かに。ね。ね、
ぜひ食べてきてくださいよ、はい、8月の3日からランチも始まる、ね、8月の3日から、ね、ランチも始まるんで、はい、お近くの方ね、 OL さんいるでしょ、その辺に、その辺に、ね、ぜひ来てくださいよ、ぜひお越しください、デートにもちょっと使えそうな、そうですよ、多分ね、今昼ですけど、うん、夜になったらまた雰囲気もガラッと違うでしょうしね、カウンターもね、こう長くてね、これ特等席ですよ、すごい、25歳の手元見放題おしゃれですね、もういいでしょ、これどうですか、これはいいですね、さっきもね、あのね、僕ここでね、はい、あれまた、まあ、あの早く着いて回ってたんですけどね、はい、おしぼり屋さんとさっきね交渉してましたよ、はい、交渉おしぼりはこれがいいぞっつって言ってましたよ、おしぼりもいろいろ種類があるんですか、おしぼりもね、いろいろ種類があるらしくて、おしぼり、さっきおしぼり決めてたよ、おそのおしぼりで拭きたい人ね、決めたてほやほやのおしぼり、決めたてほやほやのさっき決めてました ね、 ねすごい、ぜひランチにも来てほしい、夜もねやってるしね、ワインもいっぱいあるんでしょうね、こんだけあるんだから、そうですよね、うんうん、すごい、これはでもちょっとこの自家製パスタが気になっちゃうな、気になりますね、麺好きとしてはね、あ、そうですよね、ということでね、ちょっとね今後盛り上げていくんで、はい、ね、皆さんもぜひね食べに来てくださいよ、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ということで今日のテーマなんですけども、はい、あの夏休みですから、はい、7月30日ですからもう、あ、完全に夏休み、もうね、そうですよね、7月も終わりですね、僕も昨日と一昨日大阪にね出張で行ってたんですけどね、はい、まあホテルが取れない、あ、もう浮かれたやつらみんな遊んでるんですね、浮かれた人たちが駅前を押さえるから、はいはいはい、まあ取れなくてね、まあでも、まあ、あの結局ね、まあ、大阪にいるといつもねこう、はい、エスコートしてくれるお友達がいるんですよ、サザンファンのね、はい、丸さんっていうのがいましてね、うん、一昨日の夜はね、はい、あの桑田さんが音楽トラさんというフジテレビの番組で食べに行った喜楽園というね、はい、焼肉屋、焼肉屋鶴橋の焼肉屋のね、桑田さんが座ったシートというのを予約していただきましたね、そこに座って焼肉を食い、ね、あのいいスポットで歌い、あのいいスポットさんでもうね、夜中の1時40分ぐらいまでいましたよ俺、おもうね、ありがとうございます皆さん、でラーメンもちゃんと食べましてね、はい、美味しかった、角屋食堂美味しかったな、またね、あの番組も紹介しますけど、はい、楽しみですね、まあ、仕事で行ってんですけど、はい、まあ、いろいろ楽しませていただきました、宿は取れませんけどもね、ということで、まあ、行楽シーズンでいろんなところに旅行に行ってる人もいるみたいで、サザンの、まあ、沖縄も終わりましたけどもね、はい、まあ、土砂降りだったそうで、また雨男が、雨男桑田佳祐氏がね降り立ったとともにもう土砂降りだったそうですけどもね、皆さんお疲れ様でございました、痛かった、お疲れ様でした、ということで夏休みなんで、まあ、夏休みというと子供たち、はい、ね、遊んでますよみんな、ね、ということで今日はね、はい、そんな中でも特に人気なディズニー、はい、ディズニー、今日はディズニー特集、おー、ディズニー特集ですよ、というもののですね、はい、あの今日はその中でも、はい、ディズニーシー、あ、シーランドとシーがあって、はい、シー、あえてのシー、そうをちょっと今日は特集します、おというのも新刊が出ました、はい、ディズニーシーであった心温まる物語という本でですね、はい、あの朝出版の心温まる物語シリーズの最新刊なんですけどね、お、ディズニーランドであった心温まる物語っていうのももう、はい、数年前に出ておりました、ね、これがまあ10万部売れたんですけどもね、はい、そのディズニーシーバージョンということでね、へー、僕もね昔は千葉に住んでたんで、はい、子供の頃千葉県に住んでたんで、へー、県民の日とかあるでしょ、はい、皆さんもあるでしょ県民の日、うんうんうん、とか言うとね、あの千葉県民だけ安いのね、あ、そうなんですか、ディズニーランドは東京ディズニーランドだけど、はい、あの千葉にありますから、浦安だけ、はい、ね、浦安市、舞浜ね、ですからね、千葉県民は安いんですよ、でそういう時にね友達とねよく行ってましてね、まあでも当時はディズニーシーなかったですから、あ、そうなんですか、うん、ディズニーシーは来年で15年らしいです、あ、そうか、うん、まだそれぐらいですよね、そうだから幼い頃によくディズニーランドはよく行ってたんですけどね、ディズニーシーができてからはまあ大人になっちゃったってのもあって、まあだからよくわからないわけ、うん、から1回しか行ったことないんですよ、こっちディズニーシーそうなんですか、はい、そうなんですよ、だからディズニーランドは多分もう20回ぐらい行ってんだけど、ディズニーシーはね1回しか行ったことないんで、そうなんですね、どうしたもんだろうと思いまして、はい、渚さんは結構ねいろんな男の人と行ってるやめてください全然そんな
でもやっぱ学生の時とか行ってましたよね、うん、やっぱり友達とみんなでこう何乗る何乗るって言って行ってました、うん、だってまずさほらさディズニーランドにしようかシーにしようかってことになるでしょ。そうですね、なります、なります。みんなで行くにしたって、はい、でランドに行こうぜってなんないんだ。なんかその時によってあるんだテンションが。あります、あります。やっぱランド、いつもランドだから、うん、今日はシー行ってみようとか、うん、とも今だと大人になったらあのお酒が飲める店が C にはあるので、うんうん、ランドは飲めないんだよね。ランドは飲めないんですよ、うんうん、なので、まあ、ちょっとお酒のも飲めるから C に行ってみようかとか、うん、あと C にあるショーを見たいねで行ったりとか、うん、あ、なるほど、目的でね。そうですね、うんうんうん、だそうですよ、うんね、お、もうまた来てますね。はいはい、あ、モリッチさん、はい、C はお酒が飲める。やっぱ書いてますね。あ、うん、でも有名ですよね。ということなんですね。飲み会に C に行くという飲み会ですねそうですかね。ランドはだって飲めないんだもんね。ランドは飲めないですね。ランドはおじさんが行っても飲めないっていうことか。飲めないです、飲めないです。販売してないんですよ。夢と魔法の国だから。そう、酒盛りすんじゃないということなのかね。どうなんですかね、うん、というようにね、私は全然 C の知識がないんで、はい、でこの回のディズニーシーであった心温まる物語ね、はい、これディズニーシーのキャストさんとか、はい、ディズニーシーのまあファンの方々がこう実際に体験された心温まるエピソードを26収載した本なんですけど、はい、なんとこの著者、はい、これ書いた人がですね、吉田よしかさんって言うんですけどね、はい、この人がね、もう本当に日本一のディズニーフリーク、はい、と言っても過言ではない人なんですよ。まあ、僕も会ってきたんですけども、はい、まあすごい人で、まあ、皆さん1年は365日というのはまあ常識ですけども、はいはい、365日の中で300日ディズニーに行ってるという、マジかと、俺のラーメンより多いじゃねえかと、なりまして。すごいですね。で今まで6000回行ってるらしいです。でなんかギネスに申請するらしいですよ。すごい、ね、年間300日行ってた。仕事してんですよ。仕事終わって、6時に終わってそそくさと帰って、はい、で夜のこうシーとランドを見てうーんとか言ってっていうのを毎日やってるそうです。で吉田さんちのディズニー日記っていうのね、はい、ブログやってるんですよ、アメブロで。うーん、ね、吉田さんちっていうぐらいですから一家がみんなディズニーファンなんですよ。あ、なるほど。でね、ブログの1日平均アクセス50万です。50万アクセスで、アメブロが唯一、アメブロがディズニーの会社が唯一認めたアメブロのブロガーさんらしくて、はいはい、それはすごいですね。ディズニーファンなのにあのブログにディズニーの写真をこう使っていい、認めたっていう、それはすごいでね。まあ今日はね、はい、あの吉田さんは仕事してますから、はい、あのこの間ですね、うん、インタビュー僕撮ってきたんで、お、吉田さんのインタビュー、はい、それをね今から流すんですけどね。あ、それもまあ、あのどこで撮影したかといえば、はい、舞浜ですよ。うん、でさ、舞浜来てくださいと、はい、わかりましたっつって、舞浜にいるんかい今日もと言って、ディズニーランドホテルですよ。あ、あのみんな泊まりたい。いいな。ディズニーランドホテルね、はい、行ってね撮ってきましたんで。あ、いいですね。そしてディズニーシーの魅力をちょっと聞いてきたんで、あ、僕らの話聞いてるよりももうこれ見ていただいた方が早い。確かに、そうですね、これをちょっと見てもらいましょうよ、はい、ということでじゃあインタビュー、どうぞ。今日の VTR ゲスト、はい、吉田よしかさんです。吉田さん、はい、こちらの本出されました、ディズニーシーであった心温まる物語、はい、ということでね、はい、びっくりしましたよ吉田さん、はい、皆さん1年は365日ですけど、はい、吉田さんなんと年間300日そうです、ディズニーに来ていると、はい、何やってんですか普段は。ここに来てます。ここに来ている。ここに来ている。雨の日も風の日も、風の日も台風の日も、台風の日も、はい、ここもね、舞浜ですからね。そうですね、いつも毎日どうされてるんですか。歩いて、毎日なんか乗ったりしてるわけじゃない、うん、歩いてる、歩いてる、歩いてる。ディズニーがとにかく好きだ、全部合わせると6000回って言ってました。そうですね、そのぐらいは行ってるみたいですね、
ギネスに申請しちゃおうかななんて、うん、今度しちゃおうかな話もありますけどね。そんな吉田さんがまとめたディズニーシーであった心温まる物語ですけど、はい、あえてディズニーシーですけども、そうですね、はい、実はあのオープンからずっと通っていて、今4年目、今度15年、5年目ですね、うん、ずっと行ってると、ずっと行ってる、はい、だからもうずっと見続けてきたから、はい、いろんなのがギュッて、いろんなお話がギュッてここに入ってる、うん、これはあれですか、吉田さんの全部体験っていうよりは、ですね、実はあのディズニーシーを心から愛するゲストの方、はい、それから元キャストの方、さまざまな方から心温まるお話をですね、たくさん伺いまして、はい、それをギュギュッと26のお話にしました。はい、はい、実は私、はい、ディズニーシーね、はい、1回しか行ったことないんです。あれはもったいない。ランドはね、20回ぐらい行ったことあるんですけども。あ、そうですか、行きますか、今度行きましょうよね、ぜひぜひシーの魅力をね、教えてほしいなと思います。案内します、案内します、いくらでも、はい、いっぱい魅力ありますよ、はい、うん、入ってすぐに、うん、ドドーン、お山があって、はい、海があって、何でもあって、うん、人魚もいるし、はい、魔人もいるし、素敵です。シーの一番好きななんか乗り物とかなんかあるんですか、ここが私は好きだ。うーん、そうですね、まあ何でも好きなんですけど、まあ、全部好きなんでしょうけどあえて言うなら、はい、キングトリトンのコンサート、はい、コンサート、はい、なんかアリエルの、アリエル、人魚姫のアリエルに実際会えて、はい、もう歌が聞けて、はい、コンサートホールにいるような素敵な世界に入れて、一回行ってもらいたいな。行きたいですね。できたばっかりなんです。あ、まだできたばっかり、はい、5月24日にできたばっかりなので、はい、できればそこで体験していただきたいなと思います、はいはいはい、今回いろんな方からお話聞かれたと思いますけども、はい、あの改めてディズニーファンの皆さんに話してみてどうでしたか、はい、もうね、愛情をものすごく感じましたね、うんうん、本当に、あ、こんなにディズニーシーを愛している方が大勢いらっしゃるんだなって感動しました、本当に、はい、うん、まあ、私もディズニー好きですけど、やはり皆様の愛情でこの本ができたんだなって思います、うん、そうなんですよね。なんかこんなカルトありますか、うん、豆知識、豆知識、ディズニーシー豆知識、そうだな、なんだろう、豆知識ですか、うん、何が知りたいですか、何が知りたい、あ、うん、じゃあどの辺に行くとキャラクターに会いやすいとかありますか、うん、この辺にいるよ、この辺にいるよ、まず入り口に入ったら、まあ絶対いるんじゃない、はいはい、でも実はあのディズニーシーって、うん、ディズニーランドより、うん、あのキャラクターに会える率が格段高い。あ、そうなんですか、はい、ランドのがなんかいうイメージありますけどね、ありますよね、うんうん、でもちゃんとドナルド の, そのグリーティングできる場所があって、はい、ダッフィーのグリーティングできる場所があって、うん、でミッキーとミニーとプルートに会いたかったらレストランに行けば会えるし、うん、グーフィーもちゃんと施設にいるし、うん、だから絶対に会いたかったらコンプリートできる、コンプリートできる1日 で, 1日で、あ、本当ですか、うん、じゃあもうアリエルにも会える、会える、はい、じゃ子供にもうじゃあ泣かれてもドナルドに会いたい会いたいって言われて も, れても C に行け ば, 行けば大丈夫、会えるとバッチリ、なるほど、はい、ありがとうございます。どんな方に読んでいただきたいですか、こちらの方は。もう本当にディズニーシーに今までそれこそあんまり行かれたことがない方も、うんうん、それからまあもちろんディズニーシーが大好きっていう方にも、はい、皆さんにディズニーシーの魅力をこの本を読んでさらに深めていただければ幸せだなって思います、はい、今日これ7月30日なんですけども、はい、夏休みスタートなんですけど、はいはい、夏のシーはどこがよろしいでしょうか。やっぱりサマースプラッシュ、まずサマースプラッシュ、はい、アクアトピアっていうアトラクションがあるんですけど、ずぶ濡れになれるので、お、じゃあ涼しく、涼しくなって、外歩いてればまた乾くし、乾くし、乾くし、もうあの乾きたかったら、うん、プロメテウス火山の方のセンターオブジアスに行ってバーッと落ちて乾かしてまた乗って、うん、にじみ出てますね、にじみ出てます、そうやってやってるんですね、いつもやってますということでね、ぜひ、はい、こちらを読んで、はい、あの魅力を知らない人はこれで魅力掴んでもらって、もちろんファンの人はこんなお話もあるんだなと見ていただいてですね、ぜひディズニーシーに足を運んでいただきたいですよ、はい、ね、ということで夏休み楽しんでください、はい、混んでますけど、はい、あ、ね、混んでますけど楽しい、混んでても行くんです、行きます、なんかミッキーより見つかる、なんか見つけるのが大変だっていう噂もあるって聞いてますよ、まあ、ファンからは。そうですね、なんかね、割とこうひっそり道の端の方を歩いてるので、はい、どこかで皆様にお会いできたらご挨拶させていただければと思います。吉田さんのブログにはどんなことが書いてあるんですか。
割と何でも書いてあるかな、はい、あの本当にディズニーのグッズ、それからパークの様子、お食事のこと、それから天気のこと、うん、何でも書いてある。何でも書いてある。ディズニー好きは毎日毎日上がってるんですか？毎日上がってます。お休みなく書いてます。ぜひそちらもチェックしてみてください、はい、ということで、今日の VTR ゲストは吉田よしかさんでした、はい、スタジオ。はい、ということで聞いていただきましたけどもね、すごい行きたくなったでしょ。なりました。行きたい。ほんの一握りですよ、こんなの。こんな話、そうでしょうね。もうね、ほんと打ち合わせでスイッチ入っちゃうとね、ずっと喋ってますからね。本当にディズニー好きで、すごい愛情がありますね。ねえ、このね、あの打ち合わせも東京ドーム、東京ドームじゃない、東京ディズニーランドホテルだったんだけど、はい、もうなんかね、こう打ち合わせしてるとね、はい、支配人とかいっぱい来んの。吉田さんこんにちはとか言って、みんな挨拶しに来んの。ファンですよ。ねえ、すごいですよね。ラーメン賞の大崎さんみたいな感じですね。店主がみんな来ちゃうみたいな感じだったのびっくりしましたすごいですね。そうだったんですけどね。どうでしたか、ディズニーシー。ディズニーシー行きたくなりましたね。ねえ、コンサートしてた、さっき言ってた。なんか5月から始まった、ね、なんかね、新しくできたみたいです ね, ねまだ行ったことないですが、うん、キャラクターにも会いやすいって言ってましたよ。ディズニーランドよりもね、ディズニーシーに行った方がキャラクターに会えるって、うん、レストランありますよね、キャラクターに会えるレストラン。うん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 、ね、全然わかんないから本当に案内してほしいなって思ったりされたい。もう1日のスケジュールを立ててほしいです ね, ね, なんかそういうのね、ここに行ってここに行ってとか。実はね、これ心温まる物語もちろんいっぱい書いたんだけど、はい、実はね、そういう豆知識も出てるんですよ。これ見てください、吉田さんち流、これ、はい、ディズニーシーの回り方なんですけどね。まず、はい、開園の1時間前から並ぶとか、はい、トイストーリーのファストパスは取らないとか、なんかもうね、なんでこういう豆知識が、はい、これすごいでしょ。すごい実用的でいいですね。そう、この通り回ると、まあ、1日素敵にこう、はい、ディズニーシーが1日で回れると。これは参考にしたいですね。あとね、写真が、素敵な写真が撮れるスポットとかもあるんだよ、ほら。あ、確かに結構、ね、もうガチなカメラ持って写真撮ってる方もいますもんね、うん、すごいでしょ。絶景スポット、ここに行けと、ここで家族で写真撮れとかね。あ、いいですね。なかなかこれだ、ガイドとしてもいいし、いい話もいっぱい入ってるってことで、ね、それはいいですね。ぜひ手に取ってもらいたいなと思いますよ、うん、はい、ということで、ディズニーシーね、ちょっと俺も行ってみようかなと思って、2回目のやつをね、ぜひちょっと行ってみようかと思って、はい、ね、ということで、ぜひ手に取ってみてください、はい、よろしくお願いします。じゃあ生歌に行きたいと思います。はい、生歌、はい、今日はね、ディズニー特集ということで、はい、桑田さんがディズニーを題材にして書いたって曲があるんです。すごい、何でもありますね。夢と魔法の国っていう歌なんですけど、めっちゃ意識してるじゃないですか、ね、これがね、めっちゃいい歌だと思うだろ、うん、はい、これがね、違うんですよ、桑田さん、はい、天の弱ですから。これは、まあ、そういう夢の魔法の国、ディズニーランドとかでね、はい、まあ、みんな楽しく過ごしてるけど、はい、ちゃんとマナーを守れよっていう歌なんです、これ。お説教の歌。そこに視点を置かれたんです ね, もう桑田さんっぽいですよ、これは。ということで、じゃあ今日は夢と魔法の国を、結構暗い曲ですから、あ、すごいハッピーなを想像しちゃってます。歌ってみたいと思います、はい、
よ。夢はみんなで作るものだろう。朝早いから学んで、昼夜パレード学んで、やっと休み取れたんだ。ということでね、ちゃんとマナーを守って楽しめという桑田さんらしいメッセージがこもった曲でございました、ね、すごいですね。ね、そこを見たかっていう。そうそう、だからちゃんとマナーを守ってみんなで楽しもうよ。そうですね、ですね。結構こういうマナーにうるさい曲も多いんですよ。他にもね、ある日路上でっていう曲があったりして、ね、これも、はい、車のマナーの歌で結構そういう苦言を呈する、まあね、そういうこういうテーマでこういう歌を作るっていうのはまた桑田さんっぽいと思いませんか。うん、ね、やっと休み取れたんだなって ね、やってましたよね。いいでしょ、やっと休み取れたのに何なんだこいつはと。みんなこう楽しくやってるのにそういう一人のせいでそういうことになるから、まあね、そういう気持ちもわかるけど、きっちりマナー守って、みんなでね、ルール守って楽しもうよと、こういう歌ですよ。ここを訴えるっていうのがもうさすがですよね。ね、ということで大事なメッセージ特集でございました。はい、ありがとうございます。じゃあライブ告知をしたいと思います。深入りカフェのライブから、はい、8月8日土曜日、順天堂大学病院1号館1階アトリウム、ね、順天堂大病院の納涼祭っていうのに呼んでいただきまして、はい、高橋けっちゃんと3人でやります。8月30日日曜日、上野アンタイトルドさん、これの、ワンマンライブですね、はい、14時からで、ゲストが安奈陽子さんと菊池真一さん。菊池真一さんはね、初めて出ていただくんですけどね、はい、寺尾明さんのバックバンドの方ですよ。トゥービーの指輪、ね、すごい方。そして井出隊長バンドも夏なんで忙しくなってまいりました、はい、8月22日土曜日、成田ふるさと祭り、毎年出させていただいてるやつですね、ボンベルタ成田特設ステージでやります。入場無料。それから港未来のビアガーデンも今年やります。9月27日の日曜日、横浜パラダイス、日本丸という船の前のビアガーデンでやります。はい、そして番組からのお知らせ、はい、13日ですね、8月13日に今3時そうね、大体ね、3周年記念スペシャルやります。あ、ゲストがグレート義太夫さん、3年連続ありがたいですね。あ、そして場所はここですから、イルゼラントさんで、はい、まあだからお披露目ですね、ある意味。あ、ね、イルゼラントさんで8月13日木曜日3時から生放送やりますので、観覧もできますので、はい、ぜひ。お盆ですから、ですね、皆さん、お盆休みなんかある人もいるでしょ、はい、ね、俺はないけどさ。、ね、お盆休みですから、ぜひ集まってくださいよ。はい、よろしくお願いします。ということでございまして、イルゼランテさんからやっちゃいましたね。いいですね、一発目ね。おしゃれなんですよ、本当におしゃれ、ね、だいぶ背伸びしてる感じもね、俺たちね。身の丈に合わない感じですけど、ね、でもね、店長25歳ですから、身の丈に合わせていこうよ。確かにね、え、大人ですから俺たちは。もう少し、まあ、年齢は公表してないけどもですけども、はい、ということで、来週のゲストは、はい、日版本の引き出しチーム。日版本の引き出しチーム、本の引き出しというね、今ニュースサイトがあるんですけどね、はい、本の魅力をいろんな角度から見てるというね、あ、プロジェクトの人たちが来てね、はい、いろいろ解説してくれますんでね、又吉さんのね、はい、芥川賞の話とかも出るよきっとね。あ、ねえ、楽しみにしてくださいよ。見たい、はい、ということで来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで今日はイルゼランテさんからお送りしました。アシスタントは渚まなみちゃんでした。ありがとうございました。そして私、出隊長でお送りしました。ではまた来週、バイバーイ。バイバーイ。